ヒヨウギガイは、2枚ガイツないタヤガイメイタヤガイ科の一種。食用になる貝で、アッパガイ、バタバタ、チョウタロウ、虹色貝などの別名、非線貝の表記がある。拡張は10センチメートルほどで、形状は線形。拡張の前後に耳状突起がある。右柄の前方の耳状突起の直下には、櫛の脂状に切れ込みがあり、ここから足糸を出し、右の殻を下にして、 石や岩に固着する。貝殻の色は赤、大黄、紫などで、一個体は単色だが、個体によって変異に富んでいる。ただし、野生個体は活色の個体が多いようである。人工採卵して養殖を行うと遺伝的に固定した様々な色彩変異個体を得ることができる。鮮やかな黄色や紫色の個体に高い消費品価値が、 つけられてよく養殖されている。和名は貝の形や色を古代に日の木材の薄板を束ねて作った扇である日扇に例えたものである。日本の房総半島以南に分布し、干潮線帯から水深二十メートルくらいまでの岩礁に生息する。ホタテ貝と同じ板屋貝科であるが、岩礁に足糸によって強固に固着しているため、危険が迫ってもホタテ貝や、 イタヤガイなどサデエ艇生のイタヤガイガの貝と同じように2枚の貝殻を開閉し水流を起こし泳いで逃避することはできない。主に真珠養殖の副産物として養殖されている。アコヤガイが板状の網でサンドイッチ状に挟んで養殖されるのに対し内部が何段かに仕切られた円筒形の網かごで養殖されている。 真珠イカだにて、違いから直径10センチメートル程度になるまで、成長させ、出荷される。純不動焼いた氷揚貝貝柱を食用とする。そのまま焼いたり、刺身、ステーキ、お好み焼きの具などに使われたりする。また、主に加熱しての食用であるが、紐と呼ばれる、外頭膜も、ウロと呼ばれる、暗緑色の中長線も食べられるが、中長線は、 他の部位よりも解毒が蓄積されやすい。なお、ホタテ貝類の、ウロには、カドミウムや解毒が蓄積される性質があるため、食用にはされない。従来、貝柱を食用とした後は捨てられていたが、貝殻の美しさに着目し、加工して、土産物等にしているケースが存在する。ウィキメディアコモンズには、用着替えに関するメディアがあります。ありがとうございます。